はい、マティです。多摩川のサイクリングロード、川崎の方面を走っております。今日はですね、ハンドルを中華ハンドルに変えたんですね。しかもカーボン、まあそれの試し乗りっていう感じで乗っております。あと中華サイコンもつけたんですよ。前も中華サイコンをつけてたんですけど、サイクプラスっていうちょっと大きめのやつをつけたんで、まあそれもどんな感じかなというのをプレビューしていきたいなと思っております。結構カメラが揺れてるからデコボコ道だというふうに分かるんじゃないかなと思うんですけど、振動はね、前の 3T アルミ乗ってた時より抑えられてる気しますね。手元がなんかこう、前までは二度胸のところまで振動来てたんですけど、手のひらとかその辺ぐらいで振動が抑えられてますね。ああ、これは効果出てる気がしますね。ああ、水きれい。鮎が遡上してる。ちょっと見てみよう。あれ、いっぱいいる。でもあれをね、鳥とかブラックバスが食べに来るんですよね。でこの辺もいろんなね、外来種がいてしまって、在来種をね脅かしてるって話なんですが、あそこにいる大きなやつはあれは鯉かな。あ、いいですね。釣りしたいですね。うわー、綺麗な、すごい綺麗。ということで、また尾根間来ちゃいました。いやー、もう車いと思ったのに、この不得意な尾根間にまた来ました。まあ、せっかくね、新しくハンドルも変えたし、サイコンも変えたし、バーテルも巻き替えたし、サドルも変えましたし、ケーデンスのねメーターもつけたんで、まあ行ってみようかなと思って来てしまいました。ゆっくり行きたいと思います。前に速そうな人いるのは無視します。後ろから来ても全部抜かしてもらいます。あくまでも今 T ペース。さあ始まりました。車が多いな。うわ、始まった。さあ坂道始まります。なんかね、やっぱね、おかしいな。ディレイラーが今度いいかな。音しなくなった。これがオイラのペース。まあ目安にはなるわな。緩くなってきたとか、ついなとかいいんじゃないですかね。あー、これぐらいのギアでこれぐらいのケーデンスで箱まで行きたい。ケーデンスを落とさずに行きたい。箱丸ぐらいで行けるかも。よし、もうちょっとや。ダメ、70切った。行けてるぞ。今日はもう一丁だけ行こうか。さあどうしよう。もうちょっと行くか、戻るか。もう27キロまで来てるから、今日は戻ろう。あの有名な小柳さんは下るために登るって言ってた。その通りやと思う。下りのこの爽快感いいよね。はい、今日はですね、多摩川のサイクリングロード、川崎川を走りながら、中華カーボンのハンドルの、中華サイクルコンピューター、こちらの方をですね試してみました。走ってきたついでに尾根間の方も少しね走ってきましたけども、まあ、とにかく腕が楽、肩が凝らないですね。やっぱね、知らないうちにこの振動吸収というのを恩恵を受けてるんですね。最初あんまり分からなかったんですけど、やっぱね、長く乗ってたら、あのガタガタ道で振動吸収してるなっていうのがだんだん分かってきましたね。でこの平べったいとこも手をつくのすごくね、あの楽です。このダンシングでね、ちょっと力入れてもね、全然ねパワー持ってかれずに
剛性しっかりしてたような気がしましたね。そしてサイクルコンピューターかなり見やすいです、大きな文字で。ああ気持ちいい、いいな、ハンドル吸収が、振動吸収がいいですね。めっちゃいいな、玉川。あとこの S ワークスのシートなんですけど、ちょっともうちょっと位置の調整必要なことは確かかなと思いましたね。今日36キロぐらい今乗ってますけど、ただ前のゴリックスより乗りやすい気がします。なのでもうちょっとね調整かな。はい、ということで今日はこんな感じでね終わりにしたいかなと思います。やっぱいいな、カーボンハンドル、しかもこの中華ハンドル全然 OK よね。